演じてる武士の工事さんはどんな役なんですか？はい、ですね、はい、武士の工事だけあって、はい、武士の末裔でして。あ、そうなんですね。何代目？65代目でして。65代目で髪が長いんですね、はい、うんうん、それを生かして、はい、必殺みたいな感じで敵を懲らしめてます。あ、なるほど、はい、ちなみに、小岩さん髪の毛すごい長いですけど、はい、岩井ちゃんを演じるっていう風に知ってから勢いでこう、はい、急にボワーって伸ばしたっていう。そうなんですよ。あ、すごいですね。はい、発毛剤ですか？発毛剤リアですか？とかをいっぱい使いましたね。なるほど、ありがとうございます、はい、そんな、まあ、小岩井さん、はい、まあ、今日たくさんお客さん来てらっしゃいますから、はい、そうね、最近方言萌えっていうのがあるじゃないですか。はいはいはい、そう、京都弁でちょっとお客さんを罵ってあげてくださいよ。わかりました。なんなん、うちのこと好きな、ひざまずきや。うわ、